吾ともえのオールナイトニッポンゴールド、青春の拓郎ソングリクエストベスト10。時刻は11時を回りました。改めまして、日本放送の新保智恵です。日本放送の制作でお送りしています、新保智恵のオールナイト日本ゴールド。今日は青春の拓郎ソングベスト10と題しまして、皆さんからいただいた吉田拓郎さんの思い出の一曲を集計して決定したベスト10をカウントダウンでお送りしております。さあ、ここまで4位までの発表が終わりました。改めてどんな曲が10位から4位までランクインしたのかご紹介しましょう。10位、言葉。9位、人生を語らず。8位、元気です。7位、イメージの歌。6位、唇を噛みしめて。5位、今日まで、そして明日から。4位、旅の宿。と、このようになっております。この後、3位、2位、1位と発表していくわけなんですね。どういう風な順位になっているのか、とっても楽しみです。さあ、そしてですね、今日は1位になる曲予想していただきました。この時間をもちまして、この1位予想の受付は締め切らせていただきます。1位の曲が何の曲か、あなたの予想が当たっているか、どうぞ楽しみにお聞きください。さあ、それではですね、ここで月曜日のオールナイトニッポンゴールド担当しています坂崎幸之助さんと吉田拓郎さん、お二人に青春の拓郎ソングといえばというテーマでお話ししていただきましたので、お聞きください。青春の拓郎ソングリクエストベスト10ということですけど、これはね、僕にそれを語らしたら、あーた、あーた、番組1個できちゃいますからね。どうた、ええ、まあ、僕が高校1年の時に吉田拓郎という人の音楽を聴いてですね、うん、まあ、それから何十年か経った後、一緒にオールナイトニッポンゴールドをやらせていただいてるわけですが、うん、これも奇跡的なことですよね、そういう意味ではね、うん、高校1年の時にやっぱり何と言っても僕インパクトあったのはイメージの歌が、僕がインパクトあったのは君たちの覆面だな。それはもうちょっと後でしょ、拓郎さん。あれは忘れられないな。あんな、あれは青春、拓郎青春ソングに入りますよ。青春の、俺の青春の1ページだよ、君たちの覆面姿は。いや、僕はやっぱイメージの歌、今日までそして明日から、好奇心。どうしてこんなに悲しいんだろう。俺やっぱ覆面だな。拓郎さん。覆面ってやっぱり、あれは僕らですか、ね、あとサイパン島での君たちの写真だな。はい。ダメですかね。その直後に今度は覆面かぶってきた。覆面かぶって。なんでアルフィの話なんですか。それで、拓郎さんの、拓郎さんの。ずっとこのまま喋って、このコーナーを、はい、このコーナーを絶対編集させます、ね。編集点も作らないように。ああ、じゃあずっと弾いてる。ずっと弾いてる。で、今日はですね、青春の拓郎ソングリクエストベスト10ということなんですが、坂崎君が言ったように、はい、僕たち付き合い長いよな。はい、長いですね。あの覆面が忘れられない。で、話を終わろうと、ね、終わろうとしない。そこだけで、ね、終わらない。それで、皆さんに今日聴いてほしい曲は、僕のデビュー曲、イメージの歌。はい。これこそ私と信じるものが。おい、本人だぞみんな。聞いてるか。信じてる、絶対にこのコーナーを譲らないぞ。辛抱ともえ、譲らないぞ、譲らないぞ。それでは聞いてください、好奇心、街を出てみよう。今住んでる、頼まなきゃよかったと思う。今頃思ってるよ。頼まなきゃよかったと。それでは聞いてください、唇を噛みしめて。ええ加減なやつじゃけ。それでは聞いてください、落葉、絞ったばかりの陽気の。それじゃあ、素人のあのカラオケじゃないですか。俺たちさ、やんなきゃよかった。みんな絶対思ってる、頼まなきゃよかったっ、ね、このままダラダラいきますよ、編集点なしで。全然編集点、編集点作らない。後ろでずっと人間なんですよ。それでは皆さん、サブツイートやったねについて軽くお話しいただきました。軽く、これから話すの俺は。これから軽くお話しいただきましたって、ちょっとってことはこの曲はね、はい、君たちが覆面をかぶってきた時に思いついた曲なのよ。嘘ですよ、絶対それはない。本君たちがサイパンに行った時、構想何年ですか。構想48年。やっと出来上がった大曲、ザッツイッツやったね。はい、聞いてください、はい、構想足を出てみよう、これこそ。拓
九郎さん、坂崎さん、楽しいお話をどうもありがとうございました。編集させねえぞなんてね、拓郎さんおっしゃってましたけれども、私たちにとってはね、すっごく贅沢なちょっとずつメドレーでしたよね。さあ、それではですね、吉田拓郎さんの新曲お送りしましょう。 That's it! やったね。負けるもんかって言葉にしてみようよ。夢に応えた時は大きな拍手で、人生やってるといろんなことがあるさ。でも小さな一歩を諦めたりしないで、持ってけヒーロー、持ってけいいとこ、胸が熱すぎて友恵のオールナイトニッポンゴールド。木の皆さん、こんばんは。月曜日のオールナイトニッポンゴールドを担当しております、拓郎さんの片割れの The Alfie の坂崎幸之助です。さて、拓郎ソングリクエストベスト10ということですね。青春の拓郎ソング、まあ僕にとっては本当にあの吉田拓郎っていう人は青春だったんですよ、会うまでは。なので、非常に、拓郎さんの歌に関しては、思い出がね、いっぱいありますし、思い入れも強いんですね。高校1年の時に、イメージの歌で拓郎さんデビューされたわけですけども、ちょうど僕ら、まあ、高1入学して、フォーク好きの森くんからレコードを借りましてですね、あの広島フォーク村のそれに入ってる拓郎さんのイメージの歌を聞いて、まあショックを覚えたと言いますかね、ガツンとやられたわけです。そっからもう拓郎にのめり込むという青春だったんで、やはり1曲2曲選ぶの難しいんですけど、アルバム単位になっちゃいますからね。まあ何でもいいです。とりあえず、青春の歌か人間なんてあたりからかけていただければ、はい、もうどれでも好きですからね。はい、ということなんで、このベスト10楽しみにしております。以上、坂崎幸之助でございました。坂崎さん、改めてどうもありがとうございました。さあ、坂崎さんね、ちょっとあまり選べないとおっしゃってましたけれども、こちらの曲お送りしましょう。アルバム人間なんてから、どうしてこんなに悲しいんだろう。
吉田拓郎でどうしてこんなに悲しいんだろう。お送りします。日本ゴールド青春の拓郎ソング。